皆さんこんにちは。マンテンさんです。またまたガンプラを買いに、街に出かけました。エディオンナンバ店の入場整理券をもらいに、9時27分頃に着いたのですが、なんかいっぱい並んでました。私がもらった整理券の番号は、43番でした。この番号で買えるのかな?と思いつつ、開店の10時まで待ちました。開店する頃には、70人くらい並んでました。そのまま並んだまま、7階の売り場まで行き、待ってました。私が購入したのは、この3点です。おそらくですが、40から50番くらいが、購入できるかどうかの、デッドラインかもしれません。エディオンで購入した後は、その足でビッグカメラに行きました。でも特に目新しいものはありませんでした。私はここで、この2点を購入しました。次にソフマップを覗いてみましたが、特に目新しいものはありませんでしたが、これを購入しました。次は一番期待値の高い、上新スーパーキッズランドに行きました。店に入ると、レジ待ちの人が、すごい列をなしていました。一人一点だから、家族で来ている人が、何組かいました。この日は特に、マスターグレードの商品が、いろいろ入荷しているみたいでした。でも私は、マスターグレードには興味がないので、これを購入しました。最後にヤマダ電機に行きました。特に興味をそそるものは、ありませんでした。基本的にヤマダ電機はおすすめしません。なぜならヤマダ電機は、このあたりの量販店で唯一、定価販売だからです。他の店舗になくて、どうしても欲しい場合は、ここで購入するといいでしょう。この日はこのまま帰りました。